俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。無事だって。でもうち七番街のすぐそばだし。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の私見たんだ。廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やばいか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当にリーブ。はい、七番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え？他にないのか。では七番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください、我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。
純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょっ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式G 式も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん、他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ？白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。こんなところでサボってていいのか？まさか本当に来ているのか。面白い。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。ま
それよりもやはりこっちの方が。なかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうか。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。くれ、私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。容赦は無用だな。Thank you.
俺の見せ場だ。あいつだけをぶつけます。やりは決めろ。そっちはどうだ。よし、やっちゃおう。出番だよ。対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。
エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちにはわからないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。勝つ道は任せる。頼られてるな。やめやがれ。期待してるぜ。よろしくね。魔法や。落ち着いていく。逃がさねえぞ。私の本気見せてあげる。計算を間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。
何なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、しゃべった。私とは何か。見ての通りこういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。サーティン。レッドサーティン。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ？でもよ。七番街は放っておくのか？我々に何ができる？そもそも、あれは必要だったのか？拒否したところで、他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか？無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか？さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。クラウド、よかった。目覚めた。大丈夫？ああ。ここ。子供の頃、ここで暮らしたの。
私がここまで運んだ。もう少し寝てた方がいいんじゃない？たく心配させんなよ。お母さんと二人でね、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつかわかるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。たとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも、神羅には何の権利もねえ。横取りしようってか。はっ、少年は浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。たく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って、運命？言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？ああ、星は力尽きてしまうらしい。んな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのか。さてはてめえ、神羅の犬だな。犬ではない。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス、私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道がわからなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。黄色い花が道しるべだったんだ。大丈夫、一緒に考えよう。
く見つけたぞ。おい、何をする。やっと会えたっせ。ウェッジ、どうして。お前大丈夫なのか。エルミナさんのご飯が美味しくて。ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何、爆発。本気アバランチの作戦っす。混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう。間に合わなかったな。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。慌てるでない小娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。何度も下げたっす。ウェッジ、それじゃあまた後で。ったく、あいつ勝手に動きやがって。でも助かった。帰ったら説教だな。
とにかく屋上に向かえばいいんだよな。北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ。エレベーターってこっちだったか。そうだ、北条の匂いがまだ残ってる。は任せろ。気負いすぎるか。よし、やっちゃおう。邪魔だ。やめる。頑張るね。カチーッと飛んでけ。やったな。うん。あっちだおい。